10月24日にリリースされましたツインモーション2023.2新機能紹介をエピックゲームズジャパン杉山明様よりご紹介いただきます。もう皆さんこんにちは。それでは杉山さんよろしくお願いします。今回事前にご質問をいただいた内容でツインモーション2023の操作の違いやアップデート内容はツインモーションのサポートはトレンドワン トレンドポイントの互換性はというご質問をいただいておりますえ。これらの内容をセッション中にご紹介をさせていただいております。改めましてよろしくお願いします。えビッケムジャパンで論言分野を担当している杉山と申します。本日はですね トゥ、えー、イモーション2023.2の新機能を中心にお話していきたいと思います。で本日お話しする内容ですけれども、えー、最初にエピックのエコシステム、ト、え、ゥ、ー、イモーションに関連した他のソフトの紹介ですね。あとはトゥ、えー、イモーション、春に出た、えー、2023.1でのユ、えーザーインターフェースが変わってますので、そのあたりのご紹介。 その後に2023.2の新機能のいくつかをですね、ピックアップしてご紹介して、最後に、えー、事前にご質問いただいている内容もあったりしますので、えー、そのたりもお話ししていきたいと思います。まずですね、我々 e ッ i ゲームズ e のビジネスですね、主なビジネスですけれども、画面左側にありますようにですね、フォートナイト、ロケットリーグ、フォールガイズといったゲームの開発とパブリッシングを行っています。これが一つ、一般消費者向け のですすねビジネスになりますで画面右手になりますが、アリアルエンジンを中核にですね、これも TWE Motion の,の中といいますか、ベースはアリアルエンジンというゲームエンジンが使われています。でアリアルエンジンを中心に TWE Motion、その他スケッチフォーク、エクセルのミガスキャン、あとはリアルティーキャプチャー、そういったものを展開しておりまして、このエコシステムですね、クリエイターの方々、皆直さ、 皆様が 3D のコンテンツを制作しやすくなるように様々な開発、あとはサービスの提供を行っています。でこのエコシステムとの連携ですね、ちょとト w o m o t i o との連携についてご説明したいと思います。まあ、メカスキャンズの、えー、フォトグラメトリーのデータですね、あのいわゆる写真で、えーまあ、物体というかものを撮ってですね、それを、えー、デジタルに、えー、形状を作ったり、 いわゆるテクスチャーですね。そういったものをデジタル化することができるんですけども、そのフォトグラメトリー、写,写真撮影してから起こしたデータのライブラリー、ーこれ今1万8000を超えるライブラリーがメガスキャンズのサーバーにあります。で、メガスキャンズのライブラリーデータですね。これはトゥイモーションのメニューの中からアクセスができて、必要なものはクラウドからダウンロードしてドラッグアンドロップすれば、自由に配置したり、編集したりすることができます。 あとはスケッチファブという 3D のウェブブラウザー上で 3D のコンテンツを閲覧したり共有したりすることができるツール、プラットフォームですね。こちらとの連携も行うことができます。あとは、えーまあ、毎月という頻度ではないんですけれども、人物のデータとかですね、あとは小物とかそういったものを追加でダウンロードできるように しておりますなのでインストールパッケージ、まあ、インストーラーに含まれていないものでも、クラウドから、エピク側のクラウドからダウンロードしてお使いいただくこともできるようになる。あとですね、えー、昨年末ぐらいに iOS の、えー、アプリが出たんですけども、これはリアリティスキャンという無料のアプリケーションでして、でまあ、主にこう身近にあるものを、えーまあ、複数の写真を撮って、その写真のデータから 3D のデータを 制作できるもの,あの作成できるものなんですけども、これも TreeMotion ーーとです、ね、連携して使うことができます。で現在は Android 版もダウンロードすることができますので、えー、ご興味のある方はダウンロードしてみてください。でえー、今映っている、えー、画像のですね左側ですが、これはオリンピックの我々の日本支社の港未来にオフィスがあるんですけども、そこに、えー、飾られている、これはフォートナイト というゲームの中に出てくるラマというキャラクターですけれども、えー、この物体をですね、我々のスタッフが周りをぐるぐるとこと写真を何枚か撮っていって 3D に残して、3D に残すとスケッチファブというところにですねアップロードされますで。今真ん中の真ん中でくるくると動いているのがそのスケッチファブで見ている様子ですねで。スケッチファブに一旦上がってしまいますと、曲がればですね、トいイ・モーション メニ名前で検索して、インポートするのは一番簡単かと思いますけれども、こんな使い方ができますので、身の回りのものをパッとスキャンしてです、ね、ワークルーを組むことができます。で続きまして、ZoomMotion ーーの概要ですね。まあ、先ほど、みどりさんからもご説明ありましたけれども、えー、静止画とかです、ね、動画、パノラマ、あと 3D の VR の空間ですね、そういったものを表現することができるソフトになっています。 で元々、建築ビジュアライゼーション用に開発を、まあ、今も、えー、メインはそこなんですけれども、最近ですと、えー、パストレーサーという、えー、映り込みとか反射、ごめ、うんなさい、一緒ですね、えー、反射とか、透、え、過、ー、とか、そういったものがきれいに計算できる機能もついてきてますので、工業デザインとかですね、その他の分野でも、えー、活用が広がってきております。では、ここで、えー、トゥインモーションの これは2023.1が出た時の紹介ビデオなんですけども、えー、動画がありますのでご覧いただきたいと思います。 それではですね、事前にご質問をいただいているんですけれども、その中で非常に多かったのが、この春にですね、今年の春にリリースされた2023.1からインターフェースが新しくなったんですけれども、その新しいインターフェースに関してですね、概要等をですね、説明してもらえないかということがありましたので、まず、 2023.2に入る、新規のご紹介入る前にですね、ご説明していきたいと思います。で今ご覧いただいているのが2022.2までのですね、従来のユーザーインターフェースの画面になります。で、これがですね、ちょっと次のスライドいきますと、新しいバージョンのですね、2023.1以降のユーザーインターフェースの画面になります。で、えっ、ー、と、 このインターフェースのあそれぞれの呼び名ですね。あのまあ、左側、ライブラリー。ここで、マテリアルとか、えー、さまざま、えー、植物とかですね。あとは、家具とか、そういったものがあのアクセスできるんですけども、えー、それが配置されます。で中央は、ビューポート。右側は、シングラフ。で、下側は、ドック。その中間に、ツールバーというのがあります。で、新しいユーザーインターフェースの方ですと、えー まあ、位置とか呼び名とかが変わっていたりもするんですけども、ライブラリーはえーまあ変わらずですね、左側にあります。で、ツールバー、ビューポートのすぐ下にあったツールバーが、今度ビューポートの上に行っています。あと、シーングラフですね、シーンの中のえ様々なえオブジェクト、ライトなんかの情報ですね。これはえ変わらず右側ですね。新しく追加されたのがフッターになります。で、左右で画面を 比べてみますと、左側が古いバージョンで、マイアジアのバージョンですね。で、右側が、えー、新しいバージョンのインターフェースで、まあ、ライブラリの部分は共通ですので、今、ここは左側は、えー、非表示になってますけれども、まあ、こんな形でですね、配置がされています。で、まあ、それぞれの役割をですね、ざ、え、ざ、ー、っとご紹介していきたいんですけれども、まず、えー、新しいバージョンで、えーまあ、あの新規、 プロジェクト、新しいシーンを作った時ときといいますか、始めるときですね、以前とです、ね、変わりまして、グリッドと、あと台座球、球体ですね、これが表示されるようになりました。でこれはあのスケール感がです、ね、分かりやすくということで、ですね、グリッドの間隔は1メートル、球体の直径も1メートルといった形で作られています。まあ、あの実際に具体的に作業を入るときは必要 でですねえっと、続きまして、えー、通常あの、最初に起動しますと、今ご覧いただいているような、えー、画面に変わるんですけれども、えー、最初にですねあの、ユーザーインターフェイスの手前に、えー、ホーム画面というのが出るように変わっています。でまあ、ここでチュートリアの紹介とか、あとは、えー、学習用のサンプルデータなどにアクセスができまして、で今はあの、えー、左側、 ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、左側にあるラーニングというところがちょっとグレーになってますけれども、そこを選んでいます。そうすると、サンプルデータをダウンロードができるようになってまして、で右下に、この住,、まあ、住宅のですね、データがありますので、ちょっとこれを使ってご紹介していきたいと思います。で最初は、このデータをダウンロードしていただく必要があるんですけども、ダウンロードが終わればオープンということで、まあ、クリックすればシーンが開きます。 あのまあ、以前のバージョンもそうですけれども、えー、初回起動時はあの英語のインターフェースになってますので、えー、日本語に変えるためにですね、えー、左上のエディットをクリックしますと、だらっと下にプルダウンが出まして、その一番下にプレファレンシーズという環境設定のメニューがあります。一番下をクリックします。そうするとダイアログが出てきて、今これダイアログを拡大しているんですけども、えー、アピアランス、まあ、表示関係ですね、の設定、 のタブを選んでいただいて、いろんな言語がありますので、日本語を選びます。そうすると、再起動せずにですね、ユーザーインターフェースの文字が全部日本語に変わっていきます。ビューポート、真ん中の 3D の表示されているビューポートの上のところに、横長のナビゲーションバーがあるんですけども、これもあのマウス操作とかが書かれていたり、キーボードのショートカット、一部書かれているので、必要なければ非表示ということで、 えー、ビューポート、こう目の形のアイコンありますけども、そこをクリックして、えー、一番下ですね、まあ、それまだアイコンになってますけども、今、黄色く囲んであるところをクリックして、でえー、ナビゲーションを隠すというですね、ものを選ぶと表示が消えます。今度はあの画面の下側に並んでいるフッターの中身をご紹介していきたいと思います。でえー、ライブラリーの右側ですね、今、黄色く囲ってあるところ、えー、ここは統計と書かれていて、 何,何パーセントというか何十パーセント、えー、というパーセンテージが出てるんですけども、拡、え、大、ー、しますとこんな感じですね。で、えー、ここでいくと60%パーセントで緑色になってますがあの、GPU、グラフィックスカードのに載っているメモリの状況、まあ、その他、このシーンの中で使われている、えー、テクスチャーのサイズとかですね、えー、ポリゴンのデータの情報をここで見ることができます。で、この統計情報ですね。 まあよくあるご質問としては、データを使っているとクラッシュしてしまうというケースもあのまあ伺うんですけれども、ここのインジケーターのところですね、先ほど60%が緑になってましたけれども、ここがまあ黄色、オレンジ、赤となってきますと、どん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 メモリーを消費していってーまあ90、90%以上になると非常に不安定になっていきますので、ここを目安にですねまあデータの削減。 もしくはグラフィックスカードの、えー、差し、まあ,あの,マシンの,こうあの買い替えとかですね、含めてご検討いただければと思います。TeamMotion ーーを動かすための、えー、ハードウェアのですね、OS ですとか、えー、グラフィックスカードの、えー、スペックに関しては、公式のですね、ドキュメントがありますので、えー、こちらご覧いただきたいと思いますけども、あのすみません、えー、言い忘れましたが、今日ご紹介しているスライド、PDF にしたものをあの受講されている、視聴されている方々にですね、 後日お送りいたしますので、えーまあ、そちらにもリンク等をですね、埋め込んでおきますので、あれをゆっくりご覧ください。で最小構成、えー、簡単に申し上げると、グラフィックスカードのメモリが 6GB 以上、えー、が望ましいというところですね、あとは、えー、メモリですね、これも 16GB 以上あると、えーまあ、最小要件を満たすという感じですね。でハイエンド、まあ、非常に大きなデータを扱う場合に関しては、グラフィックスカードも 12GB 12GB 以上のラムを積んだモデルに変えていただきたいと思いますし、あとはシステムのメモリーですね、PC のメモリーも 64GB 以上が望ましくなってきますで。続いてデータの取り込みのインポートですね。でこのあたり、以前だと左下に揃っていたあのボタンというかあのメニューがあったと思うんですけども、えー、画面の真下の部分に移動してまして、でインポート をクリックすると、ドックっていうのを開いていて、えー、プラスのボタンがあるのでそこをクリックします。そうするとダイアログボックスが開いて、えー、これも取り込むデータの種類5つあるんですけども、いわゆる一般的なその形状データですね、FBX のデータを読み込みたいときとかは、えー、ジオメトリーここを選んでいただければ、FBXOBJ を読み込むことができます。で、ダイレクトリンクですね。これはあの、冒頭の 動画の中にもありましたけれども、リッキャドと連携しながらというときは、リッキャドも、T、もどっちも立ち上げておく必要があるんですけれども、ダイレクトリンクのメニューから、その立ち上がっているリッキャドのシーンを選んでインポートする形になります。で こ,こは3番目はアニメーションですね。これは新しくついた機能なんですけども、アニメーション付きの FBXGLTFGLB というファイルですね。これを読み込んで、トイモーションの中でアニメーションを再生することができます。あと地形。これはあまり使われるケースはないかもしれないんですけども、高低差のハイトマップ等のデータがあったときに読み込んだり、まあ、地形をそういったデータから作りたいときにです、ね、使う機能になります。あとは天群ですね。 これはあの一番、今日一番最後の方で改めてご紹介しますので、えっと、天群ネットを読み込むときは、ここのメニューを使います。続いて、マテリアルドックですね。インポートの右側にありますけれども、ここで、シーンで使っているマテリアルが、ばばっと一覧でですね、アイコン表示されます。で、そのアイコンですね、これはドラッグアンドロップして、配置を、あの、まあ、石材とか木材とか、 寄せなかったら、えー、自分自身でですね、配置を変えていくこともできます。あとは、ここで、えー、左側にですね、新規という、えー、ボタンがありますので、右下の隅のところをクリックすると、新しいマテリアルをここで追加することができます。あとは、各アイコンの上に、えー、点々出て3つのボタンがあるんですがそこをクリックすると、えー、ユーザーライブラリへの追加ということができます。で続いて、えー、追加ドックですね。まあ、ここも だいぶ変わったところではあるんですけども、最初に、えー、以前だと周辺環境、植栽ペイント、まあ、木とか草とかを、えー、ばらまくツールですね。でえー、右側の、えー、草木、ペイントを選んで、左側からそのばらまきたいものをですね、えー、右側の空いているところに、えー、ドラッグアンドロップしますで。ビューポートを一番最初通してたんですけども、ビューポートを通ると一回、えー、木が描画されるので、 ちょっと負荷が高くなっちゃうので、例えばインポート等のドックを開いておけば、その下のところを通してですね、ドラッグアンドロップすると、えー、軽く反応してくれます。まあ、ちょっと、えー、ブラシの半、えー、直径ですね、直径を変えて、えー、ババッと塗ってますけども、えー、一旦塗った後に、えー、例えば低い木を追加していければ、えー、右側の、えー、ボックスのところにですね、 追加すると、あらかじめペイントされたところの領域が、場所が分かってますので、そこに追加したアセットがですね、そのまま反映されます。で、追加されたアセット、今ちょっと本当に短い草を最後に足したんですけども、その密度ですね、密度というスライドを今100%に変えて、もっと詰まった感じにというふうにも、あの後からこの密度というのは調整することもできます。 で続いて、えー、パス作成ですね、まあ。人物を歩かしたり、えー、車を走らしたり、えー、自転車に乗った人を走らしたり、時に使う機能ですけども、これも今、追加というところに入ってまして、でまあ、操作は大きく変わってません。でクリックして、えーまあ、どこを通すかですね。で、最後のところでエスケープキーを、えー、押せばですね、そのこの描画が終わりますので、えー またそこでアニメーションがスタートする感じですね。で、ここで歩かせる、まあ、人物もどういったスタイルとかどうう、どういう人種の、えー、人をですねあの、歩かせたいか、どもあのこのパネルの中で、右側のエリアの中でスライダーとかボタンがありますので、えーまあ、ビューポート見ながらですね、変更することができるようになっています。で、続いて、えーえー、と追加の中の都市ですね。 オープンストリートマップのデータを以前からダウンロードできるんですけども、この今ですと、西新宿ということで、入力してまして、右側のですね、今、ズームしたり、あと、この四角い白い、角に白い四角があるんですけども、この枠をですね、形を変えることができるようになっています。 前は固定だったので、ちょっと調整しなく、しにくかったと思うんですけども、えーまあ、四角形というのは変わりませんが、えー、サイズ、縦横比ですね、変えることができます。で、今、ダウンロードされてきたので、ちょっと俯瞰で上から見てますが、まあ、ビルも、あのー、まあ、ほとんど、あのボックス上でオープンストッ e マップの場合保存されているので、今見たような感じで、こうい,ういわゆるホワイトボックスですね、を取り組むことができますので、まあ、 建設予定、建築予定の周辺の建物なんかの配置にですね、ご活用いただければと思います。はい。ちょっと急ぎますね。えっ、ー、と、続いてですね、メディアですね。ここは静止画とか動画とかパトナーマーを書き出すための、えー、機能になってまして、で、えー、パトナーマーとかですね、動画、こういったアイコンになってます。この辺も大きくは変わってはいないかと思います。 で、書き出すときは、さらに横のエクスポート、えー、のボタンですね。ここをクリックすると、えー、何を書き出すかっていうのが右側に出るので、その中で、えーまあ、プラスのところを押してですね、選んでいく。まあ、どのカメラからの出力をするかっていうのを選んでいきます。で続いて、えーと、アンビエンスですね。でこちらに関しては、えーとですね、今ちょっと触ってますけども、えー、と今、あの、 シーンの情報を出すものと、パラメータ設定するもの、設定するものですね。それを、えー、横に並べて表示しています。これもちっちゃいアイコン、例えー、と今クリックしたんですけども、そこで、えー、2列にしたり1列にしたりすることができます。で、この中で、えー、天候を変えたりですね、あとは場所を変えたり、えー、その他、えー、遠くの水平線の画像を変えたりとかができるようになっています。 なので、えっ、ー、と、以前のバージョンだとどん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 こうメニューを潜っていく形だったと思うんですけども、割とその、えー、一つの画面でですね、こう縦に開いていったり横に開いていって、えー、一覧性でですね、パッと、えー、アクセスできるように、えー、ユーザーイントラスを変えております。で、レンダリングに関してですね、あの、ま、カメラというところがあるんですけども、右側に。で、ここ、えっ、ー、アンビエンスっていうのを選んだ状態で、えー、今、 カメラ。あとは、レンダー。ここで、リアルタイムなのか、パストレーサーなのか、ルーメンなのか、モードを変えることができます。あとは、FX。ここでは、ここでフィルターとか、カラーグレーディングのところでフィルターをかけたり、こんな感じですね。フィルターの機能も、以前もありましたけども、ここに来ています。あとは、グレイレンダーも、そのフィルターの下側ですね。 ちょっと今これスクローした後の画面ですけどれども、クレレンダーがここにも来ています。で、新しいバージョンから採用されたものとしては、カメラのですね、位置のデータ、ここにアクセスができるようになっています。で、えっと、メディアっていうのを開いて、静止画用のカメラを選んでいるんですけども、左側で。で、その後にですね、今度右下のカメラという、 タブの中のさらにカメラですねというアイコンがあるのでそこをクリックすると下側にですねカメラの位置とあとはどっちの方向を向いているかって回転の情報が出ます。ここはあの数値で見ることもできますし数値入力して変更することもできるようになっています。なのであの同じ位置のカメラにしたいときとかにもですね、えー、ここで数値入力すると便利かなと思います。えー、続いて表示セットですね。 いろいろな ABC でこうパターンをえー作,作るときとかにですね、非常に便利な機能になってまして、でこれも今までも、表示のレイヤー分けをして切り替えるという機能があったんですけども、表示セットということで、えー、振った画面右下のところにボタンがあります。であとは、どのオブジェクトを表示しておきたいとか、非表示にしておきたいというのを状態をそれぞれの 表示セットに登録することができますので、それを使って今切り替えている様子になります。で新しい UI の、えー、動画チュートリアルですね、こちら、えー、日本語字幕付きで用意されているので、またじっくり見たい方はですね、あのこちらの動画を見ていただくのがいいかなと思います。はい、ではですね、残りの時間で、えー、2023.2のアップデート。 ご紹介していいいきたいと思いますでまずですね、えっと、目玉となるルーメン、こちらに関してご紹介したいと思います。でルーメンですね、これはアンリアルエンジン5で搭載された新しい機能、ライティングの機能になりますが、動的にですね、いろんなものをライトを動かしたり、オブジェクトを動かしたりしても反映できるシステムで、グローバルイルミネーションという光が回り込んだりですね、あと床に。 向かいに当たった光が壁にまた反射,反射というか、えー、反映されたり、そういった形で非常にリアルな光の表現ができるようなシステムになっています。で、えーまあ、グローバルイニミネーションというところ、ちょっとすごく硬い言葉になっていますがあの、オブジェクトに当たる光のシミュレーションが非常に、えーまあ、現実世界に近いものを、えー、表現できる仕組みになっています。もともとルーメンが入る前も、あの GI というグローバルイニメーションというものの機能がついているんですけども、ちょっとルーメンに比べると、あの計算も簡略化されていたり、えー、見た目の表現ですね、えー。ちょっとこの前で比べると、あ,の、まあ、あまりこう色の深みとかがないかと思うんですけども、ルーメンを使うとですね、このようなリアルな質感を出すことができます。で、えー、ルーメン。 グローバルエリミュエーションを使うとですね、白い球、ちょっとあのズーム越しだと分かりにくいと思うんですけども、えー、周りにある緑とか青の,あの色ですね、これを、えー、その表面に拾,拾ってとか反映させることができます。あと、もちろん反射の、えー、計算ですね、これもできるようになっています。特徴としてですね、えー、今度あのー、 デリモーションの中でライトっていうのはも,もちろん置けるんですけども発光マテリアルエミッシブと呼ばれていたり発酵マテリアルと呼ばれているマテリアルを設定できるんですねネオンとかそれを使ったときにルーメンを使うと光源のような扱いですね光る物体として扱うことができますその他反射に関してもマテリアル表面のですね物体の表面の質感のラフネスというパラメータを調整することで 映り具合、反射具合ですね、調整できます。でルーメンを使うときの注意点というのが、えっと、ありまして、ここにベストプラクティスというのを、まあ、公式サイトでドキュメントがあるので、また見ていただければと思いますが、ルーメンはですね、オブジェクト1個1個単位で、それを取り囲む四角いボックスを内部で作ってですね、でその,その、えー、オブジェクト1個1個に対して計算を行います。なので、一体メッシュ、えー、ワンモデルで、 つな、えー、がったメッシュにしてしまうとです、ね、正しく、まあ、細かく計算ができないことになりまして、えー、右側のです、ね、ちょっと陰影とかがおかしくなっているような結果になってしまいますので、このあたり注意が必要です。あとは、えー、小さな発光マテレル、先ほど発光マテレルをライトとして使いますというふうにあの説明したんですけれども、あまりにも小さいと、えー、もやもやというモアレが出てしまいますので、そういったものは、えー、使わないようにしていただきたいと思います。 あと光沢の部分もですね、非常にテカテカした、あらデコボコの少ない、まあ、ラフネスっていうデコボコなんですけど、それが少ない光沢が強いと、えーまあ、ノイズですね、が出ます。これも注意が必要です。で、えっ、ー、と、ルーメン、まあ、このルーメンの使用に関しては、ちょっと細かいので、一回飛ばしますね。 でルーメンを使うときは、画像の品質をですね、最高、それぞれの設定を最高にしていただいたり、先ほどのアンビエンスの連打のところをルーメンにする。あとは、環境設定でダイレクト X12 を選んでいただくという必要があります。ペイントされた植栽とか VR でまだ使えなかったりという制限があったり、あと反射もですね、反射回数が多くなってくると、正しく反射ができてないというような制限が今のところ残っています。 その他に、えー、アニメーション付きのファイルのインポートができるようになっているというのがあの、新しいバージョンの特徴ですね。また、えー、アセットタイプを選ばずにです、ね、ペイントすることができるようになっています。今までだと、まあ、先ほど見ていた動画ですと、いわゆる植物だけだったんですけれどもあの、新しいバージョンからは、まあ、先ほど、あと岩とか、その他どんなオブジェクトでも、えー、ばらまくことができます。 その他にですね、これは作業用の改善ですけれども、最終的にレンダリングするカメラですね、それをビューポートとして別に置いておくことができまして、作業用の画面を大きめにとって、そちらで位置を変えたり、マテリアを変えたりですね、して、でも実際のカメラ、レンダリングするカメラからどんな風に見えるかというのを同時に見ながら作業ができるようになりました。 あと露出ですね。これもカメラの設定ですけれども、えー、ローカル露出という機能が新しくついたので、えー、非常にあの影の部分とかの,あの表現ですね、えー。潰れていたところがもうちょっと見えるようになったりとか、細かい調整ができます。でパーティクル、これは雪とか、えー、雨のところですね。表現ですね。で雨に関しても、えー、今、えー、滴り落ちてますけども、このような、えー、非常にリアルな表現ができるようにも改良されています。 何かの表現をされる方もいらっしゃると思うんですけども、パストレーサーを使ったときに、透明かつ反射の質感を設定するときにですね、正しく反映されないという結果があり以前はありましたで。一番新しいバージョンからはこのあたりも改善しています。事前にいただいているご質問に関して、パパッとお答えしたいと思いますが、えー、とトレンド1、ね、トレンドポイントを使っているデータからですね、デイモーションに読み込んで使える。 かという、まあ、互換性についてありましたので、お話したいと思いますが、と建物とかの形状に関しては FBX へ渡していただければいいと思います。で、と天群データですね、えー、天群データの読み込みというものは、あのトゥイモーションできるようになってますので、えー、LAS とか LAZ、えー、そういったファイル形式であれば読み込むことができます。 で、標高データですね、こちらちょっとどんな形になるかということで、えー、バーチャル静岡、静岡県の天群データ、えー、天木高原のゴルフコースの天群データありましたので、こちらを読み込んで、えー、テストしてみました。で、えー、先ほどのインポートから読み込んでいく感じですね、天群。で、複数のファイルを一品にシフトで、何で選んでですね、読み込むことができます。 で、読み込むと最初原点にこう集まっちゃしまうんですけれども、えー、プロパティのところでですね、えー、天群データの中心、えー、軸に合わせるというところが、えっ、ー、と、今度、元の最初の点に合わせるという、今、囲っているところですね、左がオンになりましたけれども、こちらのボタンを押していただくと、えー、位置が変わります。で、ただ、えっ、ー、と、 位置が変わるんですけども、あの、高さ情報ですね、えー、Z 値がちょっとずれたりしているので、それは複数選んでもゼロというのを入れていただければ、えー、ぴったり揃ってきます。で、今回読み込んだデータでいくと、えー、海抜ゼロの面を下に敷いてますけども、どうえっ、ー、とですね、赤い矢印で指しているところの天群と板を選んで、えー、その 2つのオブジェクトを囲んだボックスの数値がですね、右下に今出るようになってますので、そのデータを見てみると、えー、一番右の数値が、えー、1 0 7 1点で出てまして、えー、だいたい1000、まあ、メートルちょっとの,あの海抜ですので、ここのゴルフ場はですね、えー、正しいデータが来ているかなと思います。はい。でもう1個ですね、ちょっとここも書きトゥイモーション、えー、どこで えーまあ、学べるかといいますか、えー、操作等ですね、えー、分かるかといいますと、オンラインのチュートリアルが用意されています。まあ、これもあの資料にリンク入れてますので、後で見ていただければと思います。あと、オンラインドキュメント、これもえ今までドキュメントというのはあまりなかっの過去の場所なくて、動画だけだったんですが、オンラインドキュメントも用意されておりますので、ご覧いただければと思います。 その他にですね、サポートを受けられたい場合、ちょっと今ディスカッションフォーラムとなってますけれども、こちらのサイト、トゥイモーションサポートサイトというのがありまして、ここの画面でいくと右下にお問い合わせというところがあるので、そこで不具合とかですね、お困りのことを投稿していただければと思います。で使い方に関して、いろんなテクニックとかに関しては、日本語のディスカッションフォーラムというのを使っていただければ、ここで日々やりとりされてますので、参考になるかなと思います。 はい。あとですね、書籍何かありますかという、えー、ご質問もありましたので、えー、2冊ご紹介したいと思います。えー、トゥイモーションデザインテクニックという本と、えー、あとはレビットとの連携、えー、になりますけれども、えー、レビットとトゥイモーションで始める、えー、ビブ建築ビジュアライテーション。この2冊が今、えー、市販のものとして、えー、出てますので、よろしければ参考になってください。 すいませんちょっと後半かなり駆け足になってしまいましたけれども以上をもちまして私がの説明は終わりにしたいと思いますご清聴いただきありがとうございました杉山さんありがとうございましたありがとうございました